はい、どうも、大悟です。というわけで今回はですね、2年以内に仕事ができる人間になりたいのであれば、コンビニでホニャララを買えというですね、そんな動画になっております。はい、ぜひ楽しんでください。何買えばいいんだって話なんですけど、実はですね、僕らが仕事ができるかどうかって、個人の能力とか、いろいろの良さとかっていうのもあるんですけれども、実はね、メンタルの状態ってのが結構重要です。要するに毎日ご機嫌で楽しく生きてる人っていうのは、まあ、仕事もできるようになるわけです。人間関係も良くなるし。わかりやすい例で言うと、女性なんかは特にこの例が顕著で、恋愛をしてる時とか、あとはちょっとね、新しい服を着て、あ、今日の私イケてるわっていう風に女性って思うだけで、仕事のパフォーマンスが上がるんですよ。だから女性は仕事に行く時もちゃんとおしゃれした方がいいよねっていうのはなんでかっていうと、その方がパフォーマンスが上がるからなんですね。みたいな例があるように、人間ってこう、自分の能力って一定だと思ってるんですけど、かなり気分によってアップダウンします。だからこのポジティブ感情とか気分のコントロールってめちゃくちゃ今大事だっていう風に言われてるんですね。で、そんな中で実はですね、こういった気分のコントロールをするのに役に立つものが実はコンビニでも買えるんです。これ何かっていうと、野菜とフルーツです。はい。今回の研究はですね、野菜とフルーツを、毎日食べると、2年以内に幸福度がめちゃくちゃ上がって、で、この幸福度が上がると、人間関係も良くなるし、人にも優しくできるんでね、人間関係が良くなるし、仕事もうまくいくようになりますよっていうことを今日は解説したいと思います。こちらの研究、ワーウィック大学の研究ですね、12,385 人の、オーストラリア人を調査したものになります。2007年から2009年、そして2009年から2013年の2つの機会に分けて食事の記録を取りまして、全員の人生の満足度との関連性を調べたっていうそんな研究ですね。で、結果何が分かったかっていうと、ほとんどの人は、まあ、とにかくもう野菜とフルーツをたくさん食べるようにするだけで、ほぼ全員が2年以内に人生の満足度が 20% 強上がったっていう、そんな研究ですね。はい。どれぐらいの野菜を摂ればいいかってことに関しても、研究ではまあ言及されてるんですけど、まあ大体1日8ユニットって言われてる単位がありまして、この8ユニットの野菜とかフルーツを食べ続けると、大体 20% ぐらい幸せが増えますよと。で、その分まあ仕事とかもはかどるようになりますってというお話ですね。で、1ユニットってどれぐらいなのって思う方いると思うんですけど、1ユニットってね、大体ね、こう野菜を、こう両手をね、こうやってカップ状にしてもらって、ここに野菜をこう、こんもり入れたら大体1ユニットぐらいです。はい。まあ、手がめちゃくちゃでかい人は片手でもいいんですけど、まあ、大体こうやってやって野菜をこう取ってもらって、こうやって手のひらの上に乗っける。これで1ユニットなんで、だから野菜を1回、まあ、2回、まあ、3回って入れてって、8回分、両手でこの両手で作った器を8回分ぐらい。ちょっと中ぐらいの小鉢ぐらいのやつに8杯分ぐらいの野菜が、まあ、いいですよ、というふうに言われるわけなんですね。それだけでって話なんですが、実際研究者もですね、このように言ってます。野菜とフルーツって実はね、健康にいい健康にいいって言われますけど、実は皆さん知ってました？野菜とフルーツって、メンタルの方に先に効くんですよ。野菜とフルーツを食べると、体にいいですよって言われるんですが、メンタルが良くなるスピードの方がはるかに速くて、健康になるよりも先に、メンタルの状態が良くなって、幸福度が上がって、で、幸福度が上がると仕事も進むようになるんで、仕事もはかどるようになるわけですね。で、実際に、じゃあ野菜とかフルーツを使って、健康になろうって思うと、結構時間がかかります。もちろん、体の調子は良くなるんですけど、例えばよく野菜とかフルーツって、抗がん効果がありますよとか、抗がん作用がありますよってよく言われますよね。健康的になれるからと。で、実はこれ野菜とかフルーツで、抗がん効果を得るためには、だいたい数十年ぐらい、若かっちゃうんですよ。そうだから要するにこう僕らって年を取ってから野菜食い始めても遅いわけですね。若い時から野菜を食わないといけないよというお話なんです。ところが野菜とフルーツの心理的なメリット、今言ったメンタル面のメリットは実はもっとですね手早く得られるってことが分かってまして、だいたいさっき言った通りなんですが、2年ぐらい野菜やフルーツを食べ続けるだけでもメンタルにいい影響があるんですね。だからまずメンタルを改善しようと思ったら野菜とフルーツを食い始めて、でそうするとまずメンタルが改善して、でそこからまあ健康状態も10年とか20年のレベルになりますけど改善していくので、まあ、とりあえず今から野菜食ったらというそういうお話でした。はい。やっぱり野菜フルーツを食う人ってのは、長生きできるだけじゃなくて、人生がいい方向に進むってことは分かってますんで、ぜひですね、野菜フルーツ、1日8ユニット、両手で作ったやつを 8杯分ぐらいの野菜食べるようにしてみてください。コンビニでもね、カットフルーツとかカット野菜でも全然効果ありますんで、はい、食べてみてください。で、それ以外にもですね、やっぱりこういう体調を整えて、メンタルの状態も肉体の状態も良くするためのおすすめの本、概要欄に入れておきますんで、よかったらこっちもチェックしてみてください。ちなみに今日の続きの動画はですね、さらにじゃあ、この野菜やフルーツ、どんなものを食べたらいいの？どう食べたらいいの？逆に食べちゃいけない
いものがは何なのってこと気になる方いると思うんで、今回はですね人生が変わる動画を1個ご用意してます。概要欄またはコメント欄の方からチェックしてみてください。食べるとやばい肌荒れ食品と科学が見つけた唯一の若肌の作り方ということでですね、まあ、いわゆる美肌と、まあ、メンタルに関する動画ですね、はい、これをですね概要欄またはコメント欄の方から今なら20日間無料で見れるようになってますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。食べるのをやめるだけでですね人生がうまくいくようになる食べ物ってのもいっぱいありますんで、これも解説してます。よかったらチェックしてみてください。それでは、続き概要欄またはコメント欄の方からどうぞ。バイバイ。